はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内圭三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださりましてありがとうございます。本日2024年10月16日水曜日に収録しております。昨日10月15日は昨年2023年10月15日に、ナンバーアイが結成されまして、ちょうど1年、結成1周年記念日でしたので、まあ、このちょっとお祝い的に、昨日の朝早くにまずはネットのニュースに載って、その後、まあ、スポニチ、スポーツ新聞でも大きく掲載されてましたけども、今年年末の、まあ、紅白歌合戦へのナンバーアイの出場がまあ、ほぼ決まったのではないかっていうのを、まあ、匂わすような、正式発表がないので、まだ決定ではないんですけども、おそらく、ナンバーアイの出演が、まあ、決まったのではないかと思わせるような、まあ、ニュース、そしてまた記事が載ってましたので、まあ、私は今年の年末にぜひ、ナンバーアイには紅白に出ていただきて、また、まあ、ゴーと、ボン、稲妻あたりの、まあ、今年発表されました、こう、ちょっと代表的な素晴らしい楽曲を、なんか紅白スペシャルメドレーみたいな感じで、なんかすごく素敵に、またこの今まで見たことがないミックスの仕方で、なんかパフォーマンスしていただけたら、まあ、めちゃめちゃ嬉しいので、私もね、嬉しかったということもあって、まあちょっとお祝いの意味も兼ねて動画を撮らせていただいて、今朝アップさせていただきました。また13日には、愛知県名古屋市で開催されましたワイヤードミュージックフェス、ヒップホップ系のアーティストの方がたくさん出られる、まあ、フェスにも出られて、MC なしの怒涛の18分、超攻撃型セットリストでなんか攻められたみたいなんですけど、その前日、地元の FM 局 ZIPFM のスパークリングっていう番組に出られて約30分弱、なんかそのトークの内容も、まあ、すごく素敵で、また平野翔くんの、まあ、地元愛知県ということもあったので、なんかリラックスされてたり、またこの地元ネタみたいなところがあって、まあ、すごく楽しかったので、まあ、そのところの中で、まあ、特に楽曲お互いになんか自分のプロデュース曲をちょっと横に置いて、どの曲がすごくいいと思ってるかみたいなところをお互いにお話しされる感じがなんかすごくね、素敵やったので取り上げさせていただいた動画、昨日の前決戦1周年記念日に撮った動画を今朝アップさせていただきました。で、今朝早くに午前4時ぐらいの時間が載ってたと思うんですけど、朝目覚めたらすぐにまずビルボードジャパンがまさにもう昨日の1周年記念日、結成1周年記念日をなんかお祝いするように、今朝早くにそのストリーミングの回数が GOTO が1億回突破したっていうニュースが朝目覚めたらもうすぐに目に入ってきまして、まあ朝ちょっと寝ぼけてるのもあって、GOTO1億回っていうのが目に入って、私まあちょっと早がてんしまして、今皆さんと一緒にGOTO のまあ YouTube ミュージックビデオを1億回達成しようっていう形で、まあアイリーズの皆さんと一緒にもう皆さんも頑張って回しておられると思うんですけど、この GOTO 1億回っていうのがこう目に入って、うわ嘘、7600万回ぐらいやったのにと思って、どういうことと思ってすぐに YouTube のゴート見たら、やっぱり7600万台ぐらいやったので、どういうことって、もう一回ネットのニュースの方に戻ったら、あ、ストリーミングの回数かということで、ちょっと私がまあ早合点しただけなんですけども、まあそちらの方もまあすごく素晴らしいなんかニュースなので、今日そちらの方をまあ速報として取り上げさせていただきまして、後半ではやっぱりまあこちらの方も1億回突破したことはすごく嬉しいことなんですけど、皆さんと一緒に取り組ませていただいている、GOTO の、まあ、YouTube ミュージックビデオの、まあ、1億回突破に向けて、また新たに頑張っていきたいですね、っていうような、なんかそういう内容で今日はお話しさせていただきたいと思いますので、お付き合いください。よろしくお願いいたします。で、まずは今朝早くに、ビルボードジャパンから発表されて、そのニュースを受けて、Yahoo ニュースなんかにも、なんか転送されてたんですけども、ナンバーアイの GOTO がビルボードジャパンチャートにおけるストリーミングの累計再生回数
が1億回を突破しました。ゴートは1月1日より配信がスタートしたナンバーアイのファーストデジタルシングル、2024年1月10日公開の総合チャート、ジャパンホット100で初登場、首位に輝いた。また3月6日にはこの曲を表題曲とした CD シングルがリリースされた。さらに9月23日にリリースされたファーストフルアルバムナンバーワンにも収録されているとあって、ストリーミングソングチャートは2024年1月10日公開チャート15位にデビュー。以降41週連続でトップ100、トップ100圏内を走り続けている。だからずーっと41週トップ100、トップ100に入っているということで、ナンバーの楽曲がストリーミング累計再生回数1億回を突破するのは、このゴートが初めてとなるということなので、このまあストリーミングの再生回数っていうのは、そのまあ私はまあApple Music で毎日のように音楽を聴いてるんですけども、Apple Music で聴かれたり、またこの Spotify で聴かれたり、また LINE Music もありますし、楽天 Music もありますし、本当にまあたくさんの音楽の配信サイトがあると思いますので、皆さんまあそれぞれなんかこう自分がこのスマホと相性がいいようなところもあるから、そちらで音楽を聴いておられると思うんですけど、そのあらゆるその配信サイトで再生回数が、まあ、登録されて、そのあらゆる配信サイトの再生回数の、まあ、合算合計が1億回を超えたということと思っていいと思いますので、まあ、これはこれでやっぱりもうその 2B そしてまたナンバー I はもうデビュー曲、まあ、ゴートからもうその配信の方サブスクの方で配信していただいているので、もう本当に聞きやすい形でより広くこのゴート、そしてまたナンバー I の楽曲はもう日本中の方に聞きやすいから、まあ、広がっていると思うんですけども、まあそんな中でこの1億回を超えたということも一つのやっぱりこの目星でありますし、まあこれから、まあボンであるとか稲妻であるとか順次このまた1億は超えていくと思うんですけど、まずは今年のまあデビュー曲1月1日に配信されました、発表されましたゴートが、そのストリーミングでのまあ累計の再生回数が1億回をまずナンバーアイの楽曲としては初めて1億回を超えたということを、まずは皆さんと一緒に、まあ昨日の結成1周年記念日の翌日に、まあ、この発表があったということを皆さんと一緒に喜び祝福させていただきたいと思います。皆さん本当におめでとうございます。で、朝また私も寝ぼけてたから、ゴート1億回と思ってすぐに見に行った、その YouTube の方をやっぱりまた皆さんと力を合わせて、もう年内とは言わずに、まあ、少しでも早く1億回を突破したいなと思っております。少し前に見させていただいたら現在7617万回ということなので、あと約2400万回もしまあ10万人のアイリーズが、1日に、まあ5回、ゴートを回したとしたら、まあ1日に50万回ということになるので、まあ1ヶ月で1500万回、ということになると、11月の後半ぐらいには、1億回を達成できるとまあ思いますので、まあここは本当にもう、1人2人もちろん100人1000人1万人でもなかなか、この達成できるようなものじゃないと思うんですけど、5万人10万人の人たちがこの目には見えなくても、みんなで毎日1回でも2回でも3回でも回すことで、その積み上げが本当にまたこの8000万回9000万回そして1億回につながっていくと思いますので、まあ少しでも早く1億回突破できるように、またここからも皆さんと一緒に頑張っていきたいなと思っております。で、ちなみにナンバーアイのまあ YouTube でのミュージックビデオのその回数で言うと、やっぱりこのゴートが7600万台回で、まあ1番で、2番目がボンで4717万回現在、そして稲妻が追い
かけて4430万回なので、稲妻の追いかけ方がなんかもう本当にボンを抜きそうなので、まずゴートが1億回達成した後、次になんか達成するのはもしかしたらボンを抜いて稲妻がなんかこうナンバーへの楽曲としてはミュージックビデオ2曲目になんかこう再生回数1億回を突破するかもしれないなと思いましたので、まあ今日は本当にビルボードジャパンからまずはストリーミングの再生回数、あらゆるこの配信サイトのトータルの数字が1億回を超えたっていう、まあこれもすごく素晴らしいニュースやと思いますので、まずこの一つのステップとさせていただきまして、次はまた皆さんと一緒にゴートの YouTube ミュージックビデオの、まあ、再生回数を1億回、突破に向けて、また皆さんと一緒に1日1回、1日5回、1日10回回し続けていきたいなと思っております。昨日の結成1周年、そして翌日に入ってきましたストリーミングの、まあ、合算合計回数1億回突破、本当に皆さんおめでとうございます。生まれてきてよかった、君と出会えたから、生まれてきてよかった、君と出会えたから。